デジタルトランスフォーメーションの推進やビジネスニーズと整合した IT システムの実現など、経営戦略に基づく IT 戦略の重要度がますます高まっている現在、企業の情報システム部門は最先端のスマートデバイスやクラウドサービス、サイバー攻撃など日々進化するテクノロジーに先んじて対応していく必要があります。加えてヘルプデスク対応やさまざまなデバイス保守、アカウントの運用管理など情報システム部門が抱えるミッションは劇的に増え続けているのが現状です。今こそ経営戦略を IT でサポートしていく上司ス本来の役割が求められています。その業務改革、 IT のプロにお任せください。上司スの一歩進んだ働き方改革へ、リコーのマネージド IT サービス。上司スの業務を6つのカテゴリーで体系化してご支援します。第1にエンドユーザーデバイス業務、端末に関する機器障害や問い合わせのサポート窓口をワンストップでご提供します。第2にインフラ業務、 IT 基盤に関わる導入・運用・監視、ダウンタイム短縮のための保守サポートを実施します。第3にアプリケーション業務、業務に適したアプリケーションの選定・調達・操作の問い合わせなどの運用をご支援します。第4に情報セキュリティ対応業務、ウイルス感染や情報漏洩などのセキュリティインシデントを抑制します。第5にクラウド運用業務、 AWS や Microsoft Azure などに関する導入や運用支援をサポートします。第6にイベント対応業務、オフィスの移転や統合、年度切り替えなど年に数回や不定期に発生する業務をご支援します。マネージド IT サービスは6つのカテゴリーで、業務改善に役立つサービスと IT 運用を支援するサービスをご提供します。センターサービスによるリモートでのサポートを実施、さらに全国351拠点、約4600名の専門のエンジニアがサポートします。サーバーやパソコン、ネットワークの保守業務の負担軽減と、IT 戦略や IT 企画といった上司スのコア業務へのシフト実現を同時にご支援。運用保守業務をアウトソースしていくことで、経営戦略に基づいた IT システムの策定や構築ができ、安定したシステム運用を続けることができます。さあ、リコーの IT アウトソーシングで上司スの一歩進んだ働き方改革へ、リコーのマネージド IT サービス。